ヨーロッパの最高峰モンブランの麓にあるシャモニーを目指し移動します。夏は登山、冬はスキーや氷河見学の拠点として世界中から人が集まります。スイスチューリッヒ中央駅からジュネーブまで電車で3時間、バスに乗り換えて1時間、最短ルートでシャモニーに向かいます。とりあえずホテルに荷物を置きに行きます。比較的安くて朝食が美味しそうだったホテルを選びました。中はこんな感じです。シャモニーに到着しました。今からお昼ご飯を、ね、食べにどっか行ってきたいと思います。シャモニーの街の中心の通りにはカフェやショップが並んでいます。チーズ大好きなので買って帰りたいけど帰国までまだまだあるので今回は見るだけ。ランチは大通りの角のお店に決定。量が多すぎてやばい。これは絶対にうまい。1日目はこんな感じでご飯を食べて買い物をして翌日。おはようございます。今日の朝は期待通りの朝食ビュッフェがチーズとハムも種類いっぱいあって最高です。今日も明日もいっぱい動く予定なのでがっつり朝食を食べていきます。クロワッサンにチーズとハムをいっぱい挟めるのがめちゃ贅沢な気がします。朝食をいっぱい食べた後はゴンドラに乗っていきます。標高1035メートルに位置するこの町の周りには、西ヨーロッパ最高峰のモンブランを主峰として、グランドジョラスなどの4000メーター級の山がこのエリアに塊のように存在しています。そして今日はヨーロッパ最高峰のモンブランが間近に見える標高3842メートルのニギーユ・デュ・ミディまでケーブルカーで一気に行きます。まさかここまで来て観光だけして帰るなんてありえませんよね。
嫌や、もう嫌や。